しい。重曹駅前商店街からこう後ろ、こちら立ち飲み店クレハさんで、マグロが200円とかあったので今日はこちらで晩酌。あ、すいません、はい、すげえなこれ、マグロ200円、倍盛り350円、まあ間違いなく倍盛りでしょう。練習も良さそうやな。超辛口。あ、すいません、はい、このマグロの倍盛りですか。はい、はいはい、と札幌の赤星の、あ、ありがとうございます。この名物はこうマグロですか。土手焼きとか。あ、そしたら土手焼きお願いします。はい、医療体制も検査体制も余裕があることを説明してきて、 あ、はい、あ、ありがとうございます。はい、こう醤油、ここでこうライブされてるんですね。あ、何時ぐらいからされてるんですか、こうライブとか。日にち月にせいぜい7回ぐらいですね、はい、あ、次7回ぐらい。おう、わ、これライブだ。いや、ミキサーがあって、いや、でもこれ聞きながら飲みたいですね。マスターもこう何かこう惹かれるんですか。そうなの。惹かせるよ。いえ、そんなことないです。あ、ありがとうございます、はい。これライブしてたこの時はすごいいいでしょうね、雰囲気。ああ、もちろん楽しいですね。まあ、チラシは後ろにあったんですか。あ、チラシがあるということで、まあ、こう持って帰ってで見たい時に来てということですね。すげえうまいですね。うん、あ、白味噌でトロトロ。味がかなり柔らかく煮込まれてます、うん。もうここのお店は長いんですか。もう60年。あ、そうですよね。やっぱりこう佇まいもそうですけども、もう本当に重曹の中では老舗一番古いんじゃないですか。いや、一番ではないです。先に戻られて、はい、ケンタッキーとマクドの間の商店が入っていったら今中さんに買った。高山って、あ、今中さん昭和30年か31年やってたのに、はい、あの店はその時にもあったから、うん、昭和30年の時酒屋さんってあんまりなかったんじゃないですか。いや、そうなんですよ。あ、今にも春が多いです。こう、あ、残ってるお店が少なくなってですね。少なくなってるんですね。うん、年長で守られてる。
はい、これはすごい景気。じゃ大阪万博の時もお店開かれてたんですよね。今多かったんちゃいますかお客さん。僕は子供の頃だからここに人が30で飲んでたから。そうなんですか。30で飲んでくれ。そこは日本人の職人が大阪に集まってて。ああ、そういうことですね。冗談もすごかったけど、彼らは飲まなかった。酒屋でやってる確かめだけで他は私の海のシステムがなかった。まあ、今でこそね、こう立ち飲みと居酒屋って普通ですけども、その当時のってそんなあんまりなかったんでしょうね。スタンドいうのが多かったですね。あ、スタンドですか。うん、横長のカウンターがあって、はい、中に おばあちゃんがいてなかなかないですよね、そういうスタイルは。スタンド形式、スタンド形式でいいですか。スタンドいう店が多かったね。はい、マスターはお酒好きですか。弱いけど好きですね。あ、あれは飲みますよ。あ、そうですか。うん、好きな時にこう生ビールとか飲もうとったら飲めますもんね。酒屋の主人は飲まない人は嘘ですよ。みんな飲みますよ。あ、やっぱりそうなんですね。一番飲みたい時に飲めますもんね。そうそうそう。はい、いっぱいじゃないですか、ライブの時は。なるほど、あ、すごい。これはフェイスシールド30万ぐらいいつも箱持ってて。なるほど。これのつけて飲んでください。いいと思います。ワイヤーと飲める環境を提供していただけるのはすごくいいですね。仕事が全然ダメ。いや、こうキャッシュオン方式ということで750円残ってるっていうことがありますので、ね、この日本酒を飲みたいなってあるんですよ。北雪新潟、こごぼうの唐揚げとかも食べてみたいですよね。あ、すごいです。これ、はい、あ、はい、北雪。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。超辛口いけますね。いやー、いいですね。うん、いや、うまっ。うん、うまっ。たっぷり入ってますね。この白味噌だけでこれ飲める。わかりません。だから朝から並ばないでください。いつも飲むぐらいにする。うん、その時だけあれで毎日どうするか分かれへんし。ごぼうの天ぷら、居酒屋を中心に。南大阪が大半ですね。はい、なかなか北の方はあまり来ないですね。で、重曹ってなんかこうションピン横丁ってあるっていうで、今もだいぶ変わってる感じなんですよね。あ、もう火事で焼けちゃってたら、はい、全部さっぱり。あの昔の写真が細かい。そうなんですか。あ、ちょっと見てみたいですね。あ、これはションピン横丁さんのためね。ああ、こんな感じなんですね。今言ったらもうちょっとさっぱりしてます。あ、これ2001年って結構前、前ですね。ごぼうの天ぷら、やっぱり歯ごたえがいいですね。ごぼうちょっとこう醤油につけて、すいません、あのこれ、はい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 、このギネス瓶。あ、マスター、あのギネス瓶お願いします。はい、こう珍しいですね、なんかギネス瓶。あ、もうそれ、はい、はい、
ありがとうございます。はい。はい、次はギネス瓶。うまっ、うん、みんな二人で来てるの、一個呼びがあるから。いや、マグロの倍盛りめっちゃいい。なんかこう赤いものとこう白身と2つあって、やっぱこう柔らかくて、でこの白いところはやっぱこう脂身が多くて、ちょうどいいバランスで持ってくれてる。うん、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。はい、あ、すいません。はい、ありがとうございます、はい、おー、来ましたね。うん、美味しい。